今日はロレックスの話お願いします。いいですよ。今からロレックスの話しますから、みんな聞いててね。はい。よろしくお願いいたします。はい、ですね、金のロレックスをしようじゃないかっていうことです。で、金のロレックスしてるとですね、景気よく見える、金持ちに見える。でこれからの仕事はね、金がないと思われると、物が売れないんです。わかります。その時ですね。なんでかというとね、パッと会った時、この人貧乏だなと思われちゃうと、一生懸命売ろうとすればするほどね、お金がないんだとか思われちゃうんだけど、お金持ちだと思うと、一生懸命こう説明すればするほどいい人だと思われちゃうんですよ。で実際にこれも何人か実験してんだけども全然違うんです、でこの前もね、ロレックスしたら、いきなりね、今までよく話聞いてくれなかった人までがね、話聞いてくれるようになった、だからよくお医者さんが権威があるどうのこうのって言うけど、権威どうのこうのっていうよりもお医者さんはお金持ってると思ってからみんなね、あれだよ、言うこと聞こうと思うんで、一番貧乏な仕事が医者だよとかっつったら医者になりてもいないし話聞きてもいない、それから家が傾いてるようなね、病院に行きたがる人とかっていないでしょ、それと同じようにそういう貧乏人だと思われたらダメなんだよ、結構あれだよね、頭いいか金持ってるかお人は偉いと、そういうことだ、だけど私たちはバカだ、そういうこと、もうね、学歴も言えないしね、ね、で、みんなも月の大原則とかって読んでて分かると思うんだけど、自分がどうじゃなくて人がどうやって見えるかっていうのが大切だ、それから月の大原則みたいなのもみんなも読んで知ってると思うんだけど、いくら自分の殻を打ち破れててもね、殻が破れないんですよ、ところがそういうのがローレックスやなんかしてると自分に自信がつくんです。で、このテープ聞いた後実際に手にロレックスつけてもらいたい、その時の自分の感じ、そういうのを見てください。だから本当にもうね、本当に、特別にね、うちの人たち安く買えるルートもあるし、本当にみんなが得になるようなことをで話してるから、あとは載せてみればみんなも本当に欲しくなる。やっぱりね、世界で一番なんですよ。で中にはピアジェだとかいろんな高い時計なんかあるけれど、誰もわからない、分からない、分からないようなものにしててもダメ、趣味じゃないからね、そう、そういうことは趣味でやってんじゃないんだよ、これはあくまでも仕事のためだからね、それと各社長ね、みんな大変な思いしてこのロレックス持ってきたりするから、タンスにしまっとくような人は絶対買わないでね、タンスにしまっといたと売り上げには全然上がらないからね、本当にこれはユニフォームとして必要なの、ね、だからおまわりさんだったらちゃんと制服とかピストルとか手錠とかいるでしょ、それと同じようにアキンドとして必要なんだよ、ね、儲かってるアキンド、そうそう、200円のタバコをさ節約してたりするような人が3000円だけさ、ちょっと大きい声で言って、ね、200円のタバコをこう節約してほらやったりしてるような人だと、3500円の膝越しが高く思っちゃうじゃないですか、そうすると毎日パワーと一緒にっていうのがどうしてもクッとこうなると弱腰で言うようになっちゃうと、その来たお客さんもせっかく買ったのに1個しか飲まないで治んないとか、それから自信持って言わないから、なんつうの、そのまま相手も信じてもらえなかったり、結局ね、勝手にね、この人お金持ってないんじゃないかと思う、かって思って遠慮がちに言うと、お金を持ってないんじゃないかと思って遠慮がちに言ってるように見えないんですよ、自信がなくて、うじょうじょ言ってるように見えるんだ、だからあんたの考えてることは全然逆のことなんだよ、で逆現象になっちゃってるんだよね、だからもうカスカスで生活とか普段過ごしてる人に一発逆転するには腕にロレックスしかないんだよ、いつもそうやって豪華なものを見てると何百万もするものだから、こう膝腰とかも当たり前にもうこんなの治るのにこんなの安いよって、それとね、お金持ちの人が一人切り出すと友達は全部金持ちなんです、
その通り。もうね、貧乏な人の友達ってニュートラぐらい貧乏。いや、だから付き合えるんだ。そうなんです。だからお金持ちの人が一人来ちゃうと、その会社お金持ちの人っていうのは、その人が何持ってるかとか何つけてるか見てるの。うん、すごいわかる。でね、お金持ちの人ってのはお金持ちしか信用しないの。うん。本当なんだよ。だって貧乏してるってこと自体が物が売れてないんだ、うん、売れてないのは昇進が悪いんだ。それ当たり前、それは当たり前だよね、うん、だって儲かってないんだ。そう、病院で傾いてる病院があった時、うん、ね、まずここはやぶ医者なんだ、下手だから来ないんだと思うよね。先生の腕がいいとは思わないよ ね、思わない。それと同じようにあなたたちもそういう目で見られてるんだよ、うん、ね。だからよくホテル行って、帝国ホテル行こうがないしは、ジーパンで T シャツで行こうがないしはね、パッと時計見ていい時計してると、で、その全然違うの。時計、あのジーパンまでが何万もするようなジーパンに見える。あとね、本当は商人として良くないけど、デパートのさ、シャネルでも何でもさ、こう高級ブティックに入ると、時計とか絶対見てるんだよ。本当態度違うよね。それとね、中にこれ聞いてる人で、ロレックスって何ですかって人もいるんです、うん、知らない人もいる、見たことない人もいるんです、うん、でもあなたは知らなくても客は知ってるんですよ、うん、しかもお金を持ってるお客さんと、お金を持ってるお客さんで、どう知ってるロレックス知らない人いないんで、お金を持ってる人っていうのはまず頭がいいんです。でなぜかっていうと、あのお金っていうのはある程度頭が良くないと持ってても維持できない。ね、増やすこともできない。それを持ってる人っていうのは最終的にお金より命のが大切だとか知ってんの。だから健康になるもの、それから美しくなるものにお金を惜しまないの。何十万、月何十万でもなすと死んじゃったら終わりだから。貧乏人だけでは命を惜しまないの。体に悪いやつをずっと酒飲んでるとか、で体にいいもの飲みなすって、ああじゃないこうじゃないって飲まないの。ね、でそういうことをきちっとしてるので、そういう人っていうのはこれはいいよとかって言って紐づる式でお客さんっているので、これは言いづらいことなんだけど、全員とは言わないよ、だけど特約になる人やなんかっていうのは大概はお金がないから自分のところへ家へ来たりなんかして特約になるの。だからその貧乏癖が抜けてないの。権利金もないしね、うん、権利金も、うちみたく権利金が何百万だとか何千万だとかって言えばある程度お金のある人が来る、うん、だけどお金のない人が来るので、それはそれで悪くないの、うん、お金がないから頑張ろうって、うん、でも頭の中で貧乏考えが染みついちゃってんだよ、うん、それを取ってあげるために一生懸命私もテープ入れたりとか、それから講演会やったりとか、月の大原則読ましたりとかするの、うん、頭には分かっちゃってるけど、うんね、自分も貧乏、親も貧乏、じいちゃんも貧乏だったとか、もうね、貧乏勢い、貧乏漬けになっちゃってるの、漬物見たくなっちゃってるんだよ。すごい味がしそうだね。ね、だからそれをどっかで切り替えなきゃいけないんだ。それにはそれで道具がいるの。形から入んなきゃいけないの。ひとりちゃんとかね、自分たち社長にもね、同じようにしてくれたんだよね。だから一番最初、うちの10人の社長がやったことって何ですかって言うと、ロレックス買いに行って、ロレックスして、ね、それから外車買ってっていうふうになってきたの。だからそれと同じような順番で、もちろん、極端なこと言うとおかしいけど、サラリーマンって節約節約なの。貧乏に別れ出さないことばっかり考えるんだよ。うん、だけど、この前今石井沢さんのテープ聞いてもらってもわかるけど、今まで膝腰だけ売ってた人が、膝腰と毎日パワーをセット売りしただけで、うん、ロレックスができちゃうんだよね、うん、それが本当は飽きんどなの、うん、でそれを今度お客さんが何人か増えてきちゃったりするとベンツに乗れるようになっちゃう、うん、ね、でみんなそういうふうにやってうちの社長たちも会社やなんか乗るようになってきたんだよね。でそれと同じことをみんなもしていかなきゃいけないので、難しくもなんともないの。あの石澤さんも今売り上げが上がっててね、倍以上になったっていうけど、本当に俺が講演会で言ってたことを言っただけなの、うん、で、よその人は沖縄から北海道まで言って歩いたけど信じないでやらなかったの。やったら苦もなく売り上げって上がっちゃうの、うん、それと同じように手にローレックスして
相手と同じこと対談した時あまりの楽さにびっくりしちゃう、ね、そうすると会社に乗るのに本当にわけないんで、わけない階段を教えてあげてるのに、そんなわけないそんなわけないっつってやらないの、ね、でそんなわけないのが貧乏漬けになっちゃって、頭が貧乏漬けになっちゃってるから、そんなわけないそんなわけないって、そんなに人生うまくいくわけないって、ね、うまくいくわけないんだもんね、ね、それは塩漬けの桶の中入ってりゃ貧乏漬けも世の中しょっぱく見えるよ、ね、だけど自分で好きに入ってて抜ける方法がいくらでもあるんだよね。それを抜ける方法を考えていかなきゃいけない、ね、まずロレックスやってごらん。それでまず欲しい人から買う、で買った人の様子見ててごらん、話聞いてごらん、そしたら現実にわかるから。でみんな自分たちもお客さんで金のロレックスなんかした人が入ってきた時金持ちだなと思うから、知らないうちに丁重にしてるから。間違いない、ね、自分はかかってるよ、その、ね、自分はそれにかかっててすごい人だ、ね、でそういう人でもしお金持ちに見えてえばらない人がいたらコロッとあんたたち好きになっちゃうから、ね、それなのになぜ自分はできないのって。いい武器よ ね、だから武器持たないで戦いに行っちゃダメだよ、切り殺されるだけなの。聞いてくれない。特に金持ちはね、あのお金持ちはね、貧乏人が怖いんだよ、覚えてきな。貧乏人をバカには絶対しないんだよ、うん、あのね、バカにする人っていうのはめったにいない、うん、ただバカにされてるように思うだろうけど、そうじゃないんだよ。貧乏人が怖いの。なんで怖いかっていうとね、下町来ると捨ててこでこうやってビールやなんか飲んでる人見ると、俺たち下町で生まれた人間は大工のおっちゃんでいい人だなとかって思うけど、うん、山の手にそういう人っていないんだよ、うん、下着で歩いてる人、ね、寝巻きで歩いてる人とか、ね、そういう人がそばに歩いてきただけで頭かなんかバカって殴られてなんか取られるんじゃないかと思うんだよ。そうだね、裸だもんね。それはね、私たちから見た悪いけど、あのホームレスぐらいの、うん、なんか極端にと感覚にそれぐらい思っちゃう、うん、ね、わかるかい。だからうちのうちにはいいお客さんあんまり来ないじゃん。あんまり来ないんじゃないんだよ、おっかながらせるようなことをしちゃいけないんだよ、わかるかい。相手の人がパッとこうやって見た時、あ、ロレックスしてたりなんかしてると、あ、ここはお金持ちなんだ、お金持ちが3500円私から騙し取るためにこんなに一生懸命説明なんかしないんだ、この人は愛情があって言ってるんだ、ね、これセットで1万円、ね、1万円いくらで飲んだ方がいいですよって言ってるのは、ね、金のなさそうなやつだったらこいつ1万円取ろうとして、要するに1万円が欲しいんじゃないんだよ、変なもん飲まされるのが怖いんだよ、1万円を怖がってんじゃないんだよ、金持ちっていうのは、わかるかい。わけのわかんないもん飲まされるんじゃないかってのが怖いんだよ、ね、ところが、ね、ロレックスぐらいしてる人がこうやって喋ってると、ね、たかだか1万や2万のことで嘘つくわけないんだって。で親切だしっていうことになったらいくらでも紹介してくるの、いくらでも仲間がいるの、うん、でね、怖くて怖くてしょうがない人が勇気振るって入ってきたんだよ、ね、それを誠意でだとか善意じゃないの、金持ちは貧乏人が怖いんだよ、ね、ええと思うだろうけど、あんたたち俺のテープ聞いてる人、自分が金持ちになった時分かるよ、夜道歩くのが怖くなるんだよ、うん、金がねえ時は平気ででかいからして酔っ払って歩いてるけど懐にね100万もいつも入れててみな、うん、酔っ払いが近づいてきただけで殴られるような気がするんだよ、ね、金持ちってのは体に何百万もくっつけてんだから、分かるかい、怖いんだよ。その代わり体にいいもんがあったら欲しいの、それを求めてるんだよ、ね、あそこなら安心だよって、金持ちの仲間がね紹介してくれるようなとこあったらいくらでも行くんだよ、芋づる式にいるんだよ、ね、あのね、100人に1人は大金持ちなんだよ、何億っても金持ってんだよ日本って国は、ね、わかるかい、うん、でね、50人に1人は中金持ち以上なんだよ、うん、大金持ちは100人に1人いるんだよ、うん、中金持ちっていうのは、うん、こんなこと言うとおかしいけど50人に1人か、下手すると、うん、40人に1人ぐらいいる、うん、だってさ、思ったけど山の手だけがお金持ちないんだよね、下町だってビルもあるしアパートもあるし、うん、マンションもあって、そういうこと、持ち主がその辺に、日本って国は
お金は実は平均的散らばってるの、うん、なぜかっていうと国が集めた金を平均的にばらまくから。で日本はどこにでも金持ちがいる国なの、うん、ね。それでいいかい、日本の国民が一人頭1000万持ってますよと、持ってないやつって何人もいるよね、うん、ってことは誰かが持ってるんだよね。そう、うん、分かるかい、分かる分かる、ね、50人に1人金持ちがいるって言ったら日本の中の総人口50で割ってみな、とんでもない数いるんだよ。100でもし割ってごらん、とんでもない数の大金持ちがいるんだよ、うん、ね。それでよく言うんだけど、みんなお医者さん行っちゃうのよ。嘘だよ、うん、だって医者だって健康食品飲んでんだよ、うん、医者の奥さんだって飲んでんだよ、うん、健康になりたいとかって薬って病気になってから飲むんだよ。病気になりたくないやつって5万といるんだよ、うん、感覚がずれてるというか、お金持ちって3500円が安いと思ってから逆に安くて引かないんじゃないかと思ってる。そういうことね。それが高いんじゃないかと思ってる、すごいギャップがあるから、その頭はねこうカチンってやった方がいい。そのためにロレちゃんなんですよね。ね、石澤さんが、ね、うん、福島の田舎でやってたって、ね、お金持ってるってことが分かってびっくりしたって、うん、極端なこと言うとね、みんなお金がないないって言ってるけど、もしその人がお医者さん行ってここの膝が痛いのに手術に30万かかりますよって言ったらどうすんだよって、うん、そうです。それが手術もしないでね、治っちゃうの1万4000いくらですよ。10日分やってくださいじゃなくて短期集中でまず20日やってこれで治しましょうよって言ったら20日分の2万8000円か、うん、忘れちゃった。2万8000円誰だって出すよ、うん、それとさ、あの本当にお金のない人は3500円すら買わない。それでね、1万円か2万円も持ってない人が3500円絶対買わないよ、うん、でもし本当に3500円しか持ってない人がいるんだとしたら、あんたらがかわいそうだと思うような人がいるんだったら1個も売っちゃダメだよ、うん、だって1個ぐらい飲んだって気休めなんだよ、うん、だってそんな人に売っちゃダメだよ。ほら、ヨネちゃんが言ってたじゃん、石澤さんがあの3500円の1個でいいやって言った人を、あ、だったらまんじゅうでも食っちゃいなって、その方が楽しいよって言えるようになって、うん、本当に気持ちから愛情で断れるようになったらパーンって壊れた。それが金持ち考えなんだよね。でね、あのね、売る人って必ず客単価が高いので、客単価が高い人は必ず続くの。で続いて友達が連れてこようが何しようみんな金持ってるんです。でね、どっかでね、一回自分が金持ちに挑戦しなきゃいけないの。どっかで自分の貧乏考え捨てないと永久に貧乏してなきゃなんないの。あのね、くすぶってる人はセット売りできてないの。でね、儲かってる人は必ずセット売りやって自信持って一個ならいいよって断れてる人。あのね、一個の客でももったいなくて断れないっていうこと自体が貧乏くさいの。いや、本当だよ。よくわかる。いいよ、そんなそのぐらいの客だったらね、来ないでいいよとかってね。だってかわいそうだもん、一個しか買えないんだから、うん、あのね、たかだか3000円でもすごい金だと思って売り上げ上げようとしてるの。よしな。もうね、ずっと永久にね、貧乏してる。ね。で、そういう客ばっかり集めてると最終的にね、同じ薬屋さんでもあそこ行くとね、5円安いとか1円安いとかで、みんなそういう客って行っちゃうんだよ。ね、そんな客ばっかしね、取り合ってたってしょうがないの、うん、ね、いらないから、そういう客って、うん、ね、うちに来る客はね、質が違うんだ、うん、ね、うちに来る客はね、あの、なんつうの、もうみんなね、金持ってる人なんだっていう、うん、でね、金持ちに安心させて金持ちが来れるようにね、それをね、私いくらって貯金通帳見せられないでしょって、うん、あとさ、うん、お金持ちに見てあげるって相手は嬉しいんだよ。そうそう、私たちだってすごくお金持ちがね、綺麗な人たちだねってこの間歩いててさ、うちのスタッフとかとみんな言われてて喜んでね、嬉しいもんだよね。それもおかげさまでロレックスか指輪をみんなギラギラしてたからね。してなかったら見えない。見えない見えない、なんか汚い隠したりみんなしてる。見えない観音前の途中なんだから。本当そうなの。いや、あのロレックスってね、あの3ついいことあるなっていうのは、この間ほら指輪をね、うん、
大きい指輪をはめるようにしたら、お客さんがさ、すごい儲かったんだねって言って急に話を聞いてくれるようになったって言ってたでしょ、カジュリさんと。それと同じで、まずよく話を聞いてくれるようになるじゃん、ロレックス。あともう一回、ロレックスをしてると、あのイミテーションつけてても本物に見える。それからあのジーパンとか履いてても、あ、好きで着てんだなと思われるか、2900円のが1万円とかに見えちゃう、相手から。それとね、お金を持ってる人の話は聞くの、わかるよね、うん、それと貧乏人の話は聞かないんだよ。いい話してるもクソもないんだよ。私貧乏くげってのいっぱいいたの、うん、落ちぶれちゃって貧乏くげになっちゃうとバカにされるだけなんだよ、本当に。そうだよね、そうだ、惨めな話がいっぱい載ってるよね、うんうん、本にね。だからお金持ちだと思われなきゃダメなの。それとよくあの、なんていうの、公務員になりたがるっての、安定してるだけであのぐらいなりたがるのがいるんだよ、うん、嫁にまでやろうってのがいるんだよ、うん、あれ安定してるだけだよ、うんうん、金持ちじゃないんだよ別に、うん、それだって憧れるんだよ、うん、ね。だから貧乏人だと思われたらもう仕事としてはものすごいマイナスなの。だから知らないうちにものすごいマイナスを負ってるの。これさ、人間の本能だからしょうがないよね。お金を持ってる人が好きなんだよ、尊敬しちゃう。だからお買い物行ったり食事に行ってもさ、あの、なんすの、ロレックスとかそういうのしてない時は負けてもくれないし、別に普通に態度もさ、なんか横柄にされたりする時あるんだけど、こう指輪とかロレックスとかしてると、あの大倉とかの買い物行ってもさ、いきなりさ何割引きのカードくれたりさ、いきなり値引きしてくれたり、もう貧乏な人に値引きしてやんなよっていうね。で食べに行ってもさ、いろいろおまけ出てきちゃってね、いやいいですって言ってるのに、で貧乏な時は出してもらえないね。そうだよ、逆なんだもんね。逆なんだよ。だからよく日本、世の中ってそうなんだよ。あのね、偉くなるとお歳暮だとかお中元もらい物が多いの。そうだよ。で金持ってんならもらったってしょうがないんだよ。だからない人にあげなって言うけど、ない人のところに持ってくやつっていないんだよ。お中元でもお歳暮でも必ずないやつがあるやつに持ってくんだよ。でお金だけはね、水は高きより低きに流れるんだよね。水はそうじゃないの、お金。じゃあごめんごめん、金はあるところへ流れるの。であるっていうのはどうして、あるように見えなきゃダメなの、まずね、月の大原則読んでみんなわかるでしょ。どうやって見られる、この人はお金があるんだと思えば流れてくるね、わかるよね、よくね。それをありますよっていう証明なの、お金がありますよって。そっから始めるのね。で、会社なんてのは1000万出して買っても3年後には半額なのもね。10年後にはもらったやつが困っちゃうの。ただだ、ただ、うん、ところがロレックスだけは、俺がのロレックスはもう30年近く経つんだけど、30年経とうがロレックスの金のロレックスはロレックス同じなの。それでおじいちゃんから子供にやったってロレックスなの、うん、ね、うん、車なんかおじいちゃんのやつもらったらえらいこと思っちゃう。修理代でえらいことになっちゃう。部品なくてね、金のロレックスはロレックスなの、うん、ね、そのぐらいずっと役に立つので、出打ちが全然落ちないんだったら早く買った方がいいの、うん、早くしてた方が得なんだから。そうだからさ、もしね、あの貯金がね結構あるったり、いろんなことするんだったら、ずっと寝かしておくんだったら、そうやって見えるようにした方がいい。そうよ、で無駄遣いじゃないんだよ、商売で使うから。う、ね、あと指輪とかタンスにしまってんの白白っていうのはさ、金の波動がいいのもあるけど、金持ち気に見えるからやって。それとね、今更タンスから引っ張り出してもダメだよ。なぜかというと、貧乏くせえ時買ったやつなんか、うん、絶対貧乏くせえね、指輪しか持ってないの。私がいいの紹介します。そんなの引っ張り出してしてたってダメ、うんうんね、それだったら本当のイミテーションの何千円 の、 あのデザインのいいやつしてると、ローレックスしてると本物に見えるね、うん、そういうこと。まずね、ローレックスから始めた方がいい。でこれは仕事の話してんだよ、仕事で使うんだっていうこと、このことを頭の中にしっかり入れておいてもらいたいの、ね、そうすれば商売の意味合いで分かるからね。じゃあそのことが分かんないと、買ったんだけどまだしまってありますとかっていう、じゃあ返してもらう、うん、ことになるからね、うん、それだったら返してくれって話になっちゃうからね。お金欲しがってる人いっぱいいるから、うん、ね、しっかりそのことが分かってる人間、
それがしなくちゃしょうがないんだよっていうことです。飲むかな、うん、あとついでにさ、髪の毛も綺麗にして、それからね、した化粧して、いいですか、あのね、洋服選ぶとき同じ1000円のもの買うんでも、どっちが金持ちに見えるかだよ。あのね、ベージュ色だとか群青色だとかよくわかんないな雑巾みてえ柄のばっかり選んでちゃダメだよね。雑巾だってあんな汚い雑巾ありませんっていうの服平気で着てるけど、清潔ならいいんだとかって言うけど、アキンドはそうじゃないよね。え、清潔ならいいんだなんつって絶対そんなことないんだよ。そんなにアキンドって甘い商売じゃないよ。それだったら白い T シャツに白衣を着てロレックスしておいて下にスラックス。昔ね、贅沢禁止令っていうのが江戸時代あったのね。ちょっと贅沢してると逮捕されちゃったんだよね。でそのぐらい贅沢しちゃいけないって言われても、金持ちやなんかはね、わざと紬で叱らないようなの作ってみたりとか、うん、ね、あれでしょ、大島だとか、うん、あれなんか泥染めしてわざと光を落としたり、うん、そうなんだ、そうだよ、ね、それから羽織の裏やなんかにものすごい柄の入れたり、うん、結城紬なんか何百万ってするって言ったって、うん、ああいうのなぜ着るかっていうと、わからないんだけどグッと見て金持ってんぞってわかるようにそこまで努力 してんだよ、みんな金持ちってのは。それ今贅沢禁止令も出てないこの世の中に、ミラーボールにしちゃいってね、本当にね、そんなね、格好してたら、雑巾みたいの着てて、貧乏臭くてね、あれから頭でもなんでも叱らせろっつってんのに、もうね、頭振り乱してんの、長屋のババアじゃねえんだから、やめろっつの。顔もカサカサしちゃう。ねえ、で、顔はカサカサで、クリーム売ってんだろって自分ところに。シャンプーもさ。もうシャンプーだってあるでしょっての。ね、あのしっかり自分の顔を見て金持ちに見えるかどうか、豊かそうに見えるかどうか、そこから始めなきゃダメなんだよ。貧乏臭い格好してちゃダメなんだよ。で、貧乏臭いから貧乏人しか来ないのよ。だから貧乏これでいいんだじゃないんだよ、ね、俺たちアキンドの仕事ってのは金持ちからいっぱいお金集めてそれをぐる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 下に回してあげなきゃしょうがないんだよね。ないやつ、乾いたタオルまだ絞るようなことしてたってしょうがないだろうっての。ね。だから、みんなで、綺麗にして、豊かそうにして、ね。今、洋服なんかいっぱいあるの、その中で、豊かそうに見える服ってのあるの。それを選ぶんだよって。私の趣味でって、あんたの趣味なんか聞きたくねえんだよ。だいたい今の趣味が良くねえからそんなことになってんだから。ね。そうだよ。ね。あんたの趣味なんかだ、で、それともなかったら誰かに選んでもらえな、金持ちそうに見えるの服知ってる人いっから買ってきてもらうとか、安くたっていくらでもあるんだから。あるある、女の人のは特にあるよ。あるよ、女の人のが安くてもいいのいっぱいあるんだから。あるある、分かったかい、ね、まずロレックスから始めて、で豊かそうに見えるね、あの金持ちから怖がられてんだよ。なんで怖いかって言うと、親しくなって金貸してくれって言ったら断るの辛いんだよ、うん、よく断られて私傷ついたとか、断ってる方だって傷つくんだよ、うん、ね、人が金借りに来てんのにあんたには貸せないわよって、今まで仲良くやってればやってるほど断りづらいんだよ。だから貧乏人とは仲良くなりたくないんだよ。金貸してくれって言われた時に傷つくんだよ、断るのに、うん、そのこと相手のことが分かんない でさも自分が傷ついたみたいか思ってるけど、逆だよ、向こうは何も悪いことも何もしてないんだよ。それなのに、あなたとは、あなたにはお金貸さないの。貧乏人は楽なんだよ。ないんですって言えばいいんだよ。あるやつが貸さないってことは、辛いんだよ。あるの出さないんだから。だけど、そうですかってみんなに出してたら、たちまち貧乏人の仲間入りしちゃうんだよ。そう。ね？ 5 万というもっとだもんね。ね？だからこそ付き合いたくないんだよ。わかるかい？ね？それは真理なの。自分が金持ちになった時わかる。ね、怖いんだよ、ね、殴られて取られんじゃないか、ね、頭下げて涙流して貸してくれって言われんじゃないか、両方嫌なんだよ。わかるかい、みんなね、相手のこと考えてあげな、ね、そしたら自分は借りる気なんか全然ないよね。マルカンの仕事してて客に金貸してくれなんて言わないよね、うん、でも相手には分かんないんだよそのことが、ね、そしたらパッと見た時景気をさそうにしてロレックスでもしてて、おかげさまでね、うちは景気がいいんですよ。
なんとか家族でね、なんとか食べていけるんですよ。家族でなんとか食べてますっつったって、手にローレックスが光ってりゃ、これがなんとかで、ね、あ、謙虚な人なんだな。それが、薄汚い格好して、なんとか食べてんですよって、本当になんとか食べてると思うんだよ。辛い。謙虚でもなんでもないんだよ。本当のことを言ってどうする。ね、わかりますね。はい。はい。では一旦終わります。はい。